ちは僕ゲームでございます。ミラピー2020動画っていこうぜ。で今回はですねこちらレアルマドリードアイコニックモメント新型が登場の IM グーティー名称をやっていきたいと思います。レアル IM ガチャの中でも特に大当たり超当たりの選手かなと思います。能力がもう90ぐらい全部あるみたいな。ポイントはやっぱドリブルにパス両動画でしっかりできてパスの数値ねかなり高い。まあ、グーティー正直グランダーパス99ぐらいでもね、いいかなと思うんですけどね。それフィジカルコンタクトがね、やっぱ86。そしてボディーコーナーも90高いので、ここの両投型からのパスドリブどちらもできるという。で、オフェンスセンスも高いし。ね、守備のところでもアグレッシブネス88もでかいかな。逆足のヒンド精度34と、右足の方もしっかり扱えるので、やっぱいろんなことできるよね、グティ。スキルかなり豊富ですね。ダメージ確定狙いでもいいですし、ヒールトリック持ってるんで、やはりグティのね、ヒールパスのところもしっかりできつつ、ワンタッチパス、スルーパス持ち。これはね、強い。プレイスタイルはチャンスメーカー。これがね、センターフォワードが最初からあるので、ちょっとセンターフォワードもね、3試合目のところでやっていったりしたいかな。早速、グティめちゃめちゃやっていきたいと思います。いきましょう、レディゴー。さあ、最新版アイコニックガチャ登場、グティいきましょう、グティ。オッケー、好調を引いていく。お相手、ロナウドにルカ来ましたね。ルカグでメッシ、スコールズ、ブスケツ、クロス、よろしくお願いします。じゃあ、行きましょう。グティはパスがとにかくですね、もう創造性あふれるね。ダブルタッチ持ってるんで、これ、いやー、綺麗。ダブルタッチも綺麗よすぎ。このパスよ、このパスよ、それパスナイスパス。このパスよ、このパスよ、それパスナイスパス。早速、グティアシスト。っていうか、推進がめっちゃあるね。まあ、やっぱスピード瞬発も中盤目の選手としてはですね低くないので全然。おっとプジョル、それ絶対痛いやつ。フィネスめっちゃ使いやすいっていうか綺麗やばい。ナイスグーティーミドル、ナイスきた。このパス、いや柔らかいパス、このパス、いやいや、ちょ待って、グティ最高ですね。アシスト能力が異常。やっぱグティここ体使ってダブルタッチ自分で狙う、惜しい、ライジングいったけど。さあドリブルしていこう、グティゲー。 OK、ナイス、いやつまだる、いや噛みすぎ、グティ、いやグティやべえ。グティ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 、ダブルタッチのキレ半端ないんだが、いや惜しい、なんかすごい、いやーこれはお相手の守備にしっかり。グーティー、いやーここで終わりかな。くそー、ちょっとまだあるな、これ。オッケーグーティーですね、またもう一回ダブルタッチからですね、最後コントロールカーブグーティーということでね、まだまだグーティー試合をやっていきましょう。頑張るぜ。オッケー、好調を引いていく。ロベルト・カルロスいますね、もう早速で出るよ、シャシャス。じゃあ次行きましょう、アイコニックロベルト・カルロスいますね、お相手。いやーグッティやばパス、アシスト、いやーグッティやば、いやーグッティやばパス、何あのパス。グッティのパスやばいぞ、しかも右だからね、あれ利き足じゃない、最高ですね、ほんと。もうちょっとドリブルしたいな、いける。でおー、グーティーニア、よーし、うわちょっと待って、それきつい、ムバッペえぐい、早すぎる、マジか、うわーもったいないことしちゃったけど、まあ仕方ないね今のは。でここグーティーからこのフラスル、バックスピンかかってるからねこれ。そして自分でもらってダブルタッチから、あっ、よっそ、グーティーゲーが加速するぜということ、うわ危ねえ、オッケー、1-1、
しゃあ行こう、ご飯グッティまだまだ行きます。ここよし、ナイボーグッティー、よく通した。こうよし、ナイボーグッティー、よく通した。だからグッティの相手はセンターバックがやっぱ届かないというか、絶対取れない場所の方にからね、しっかりとグッてくるんで。ハーランド来る、ハーランド来る、ナイス、みんなで、俺マジでハーランド怖い。ナイス、ビエラ相手にもねこんだけやれるっていう。そしてグティのスルーパスを使いたいが、あーっつーかーい、ちょギリギリね、なんとか勝利。ナイスグティ、いやー、お相手強かったね。まずこれ、グティのこの、なんか時間が止まったようなパスね。それじゃ折り返しからしっかりとルンメに決めて、パスですね。まあ、最後の試合もね、パスでだいぶしっかりやっていきます。いきましょう、グティ。ラストグティいきましょう。センターフォワードでね、無印グティ使っていきたいと思います。オッケー。好調、ルンメに絶好調です。スタメン組の調子もかなりいいですね。相手、100フェリックス、ベルカンボ MF、アドリアーノにベッケンバウアー、そしてベッカムにファビン、強いですね。行きましょう、グティ。センターフォワード起用でいきたいと思います。まあそうですね、やっぱり足元がありながらね、で無印になるんで。いやー、グティ来た。このヒールよ、ヒール完璧、ナイスグティ。このヒールを。絶対みんなグティですと思ったね、今。みんなグティだと思ったよ、フィールド全員がね。ループグッ、あー、これループ決めてたらもうヒールのアシストにループに、まあ、ちょっとだけあれでしたね、角度というか高さが足りなかったか。いやー、グッティいいね。いや、これちょっとやばい。そうだよな、裏抜けてくるよな、フェニックス。うまい。うわ、うまっ、見えてるな、アドリアーノ見えてるね、それ。だよな、裏抜けてくるよな、フェニックス。うまい。うわ、うまっ、見えてるな、アドリアーノ見えてるね、それ。いやー、面白くなってきた。相手のあのフェニックスの動きですね。動きというか、よくあそこ見えてるな。グティでやっぱ決めたいよね。アシストもできちゃうからね、グティはしっかりお願いしゅう。アシストもできちゃうからね、グティはしっかりお願いしゅう。センターフォワードグティかなりいいですね。まあ、OMF でも非常に使いやすいグティではあるんだけど、上げてグティが下がってくる。いや、ナイス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 。ここでキープできるのでかいな、グティが。あー、ちょっと浮いちゃったね。浮いちゃったけれど、ナイスグティヒール。よっしゃー、グティ1ゴール1アシストね。センターフォワードでも非常にいいですね。いやー、グティで通せるか、ナイス。いやー、惜しい。まあでも活躍はもう申し分ないよ。いやー、怖い。ロナウドあかん、くわっつー、やめて。キーパー出よう、これも頼む。おお、ナイスキーパー。ナイス。いやー、ちょっと太陽守備の時間が長いけど、まあ、グディがね頑張ってしっかりやってくれた得点をみんなで守るんだと。ここが見える、そう見えるよ。ワンパ。いやー、オッケーオッケー。これ、あー、微妙な位置だけど狙いたいですね。いや、これちょっと狙いたいけど、あえてグティで狙うふりしてさ、ここにスルーパス。うわー、狙った方が良かった。いやー、ミスった。やっちゃったね、これ。しかも結構カウンターピンチやね。危ねえ、オッケー。ちょっと最後ね、あれ狙った、あー、でもスルーパス通したかったのもあったね。
いや、グッディのこのヒールパス最高すぎ。いやもうこれはね、全員が騙される系のやつですね。はい、ということで今回ですね、新登場 IM グティ使わせてきました。すごく使いやすいですね。使用感抜群でね、能力のところのバランス取れてるので、やっぱいろんなところで使う。センターファーの適性最初からのでかいですね。またいろんな線使って試合の方やっていこうと思うので、ぜひ皆さん遊びに来てください。で今回ご視聴いただきありがとうございました。グティね、ソースアルバスがさよなら、バイバイ。ご視聴いただきありがとうございました。もしよければチャンネル登録、高評価、コメントの方もよろしくお願いします。では皆さん、また会いましょう。ドスクープレイプロー。